寒いです。日陰寒い、日陰寒い。今日はこんな感じの髪型、イエーイ。玉ねぎ、 B カラーの玉ねぎにしました。まだ前髪とかはやってないんですけど、あれ今何時なんだろう、ちょっと時計わかんない。みんな時間教えてみんな時間教えてお願い。16時45、ありがとう。ちょっとでもできればなと思って来ました。なんかどうなんだろう、なんかあの私が担当するエナジーのあれは決まったんですけど、ここで言ったら他のチームの方にバレちゃう。別にバレたところでどうだろう。こんばんは。屋上どうなんだろう。今日はここに星もついてるので気合バッチリ。もうあとは前髪とこのここら辺をやるだけです。あ、すごい太陽光、ここに太陽。わっ、まぶしい。目さ、目まぶしいよ。あー、やられるわあ。みんなの目を太陽で雪粒。今日めっちゃマジ待って、超あれかも、漏れてる今日。え、早くちょっと5時ぐらいに配信終わるわ。ちょっと早く前髪やって写真撮ろう。今日漏れてる顔、うん、今ねまだね、私のメイクさん、私のメイクさんっていうか私のことをしてくださったメイクさんが別のメンバーやってるので前髪入れないから、よいしょ。寒い。今日漏れてますね、十分。ボールちょうだい。ボールちょうだい。エナジーちょうだい。お願い。スーさんハートありがとう。後ろがなんか人いる。すごい今、うん、だからとりあえずもう私はあのみんなに伝えるのでそれをください。あ、ちなみにハルピョンはあれです、決勝か三決の方に出るので、そっちでお願いします。でも
あのチーム B の優勝がかかってるので最初から見てください。あやなんさん、たくさんボール上げてください。エナジー、まほちゃんにもたくさんボール上げてください。お願いします。お願いします。はい、万が一ハルピョンがなんか全然ボール回収しに来ねえじゃんって感じだったら、あのあやなんさんかまほちゃんにエナジーボールじゃないや、何でしたっけ、スーパーボールを投げていただけると嬉しいです。お願いします。そう、1回戦目っていうんですかはあの2人に投げてほしいんですけど、2回戦目はハルピョンにもうゴリゴリに投げてください。お願いします。5月28日、一枠以外は空きってことは、前に売れた、売り切れになった分はみんな全員ちゃんと決済してくれたってことですか。それそう、お話し会の再販が始まったんですけど、前に売れた決済の分、ん、売り切れの分以外はもう全員ちゃんと決済したってこと。そういうことでいい。そういうこと。皆さんありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとう、ありがとう、みんなちゃんと決済してくれて大好き、ありがとうございます。素晴らしい。ピョンズ、ピョンズじゃない方ももちろんいると思うんですけど、あ、待って、メイクさん開いた、前髪の私のことしてくださったメイクさん開いた。でも今何時ですか？まだ5時なってない？あと8分で5時、まだまだまだだ。私でも別にこの時間やんなくてもいいんですけどね配信今日お昼やったから。いや、まあ時間はあるさ。でもそう、可愛く前髪してもらいたいから。寒い。まほちゃんは元気そうですか。まほちゃんはなんかもう体力が疲れたって言ってます。さすがに今日可愛すぎる。目がパッチリしてて綺麗。よっと、今日のメイクバッチリってことじゃ。いつもとそんな変わんないけど、多分外にいるから。髪型も可愛いけど、なんだろう、何か違うかな。なんかいつもよりキラキラが多いとか。まつげ頑張った、いつもより。あ、でもあとあれ、ファンデーションメイクさんに借りた関係ない、可愛さには関係ない。え、ほんとチーム B のコーチの方がガチすぎて怖くて怖くはないんですけど、ありがたいガチさなんですけど、なんかほんとびっくりするぐらい、なんかあれなんですよね、
前回このファイナルシーズンの全部のあの試合を見てくださって、なんか誰がどこにパラメーター入れたかとか、パラメーターをどれだけなんかみんな上げたかとか、この試合で何点取って何点取られたかとか全部データ化しててマジガチすぎてちょっとついていけるかなって感じなんですけど。え、あやなさん、それ全部言ってません？大丈夫ですか？敵に見られたらやばいですよ。やばい。敵のファンの方見てたらやばいですよ。あやなさん全部言ってる。なんでもない。いやでもいいと思います。やばい。そう、スパイがどこにいるかわからないからもう私は言わないですもん。確かにそうです。まあでも結局データとか情報とかを仕入れたところで勝てるか勝てないかはメンバー次第。そうだから私たちがもう頑張るしかない。でも私たちが頑張るってことはみんながエナジーとかボールをくれるしかないので。大事すぎて、グループラインにさ言います。グループラインに言えないよね。でもまほちゃんなら言えるかも。確かに、まほちゃん。まほちゃんに、いや本当グループラインにエナジーの宣伝をしたいけど、なんか宣伝してくださいって言いたいけど、うちらは言えないから、まほちゃんに、まほちゃんに言ってもらいたい。そう、本当コーチがガチすぎるんですよね、マジで。なんかこのメンバーはどうやって動くとか全部教えてくれたりとか、それがそのなんか私たちがどれくらいの、私たちだけじゃない、チーム B がなんかどうやってパラメーター使ったかだけじゃなくて、他のチームのメンバーのパラメーターとかも全部データ化してくださってて、え、もうやばいんですよ。もうガチでチーム B を勝たせる気満々みたいな。マジありがたい。マジでありがたい。はい、そんなねコーチがついてくださったからにはもう勝つしかない、うちら、うん、だから頑張ります。本当にすごいんですよね、マジでいいコーチです。だからあの本当に皆さんにはマジでエナジーをたくさん投げていただきたいので、あの絶対にエナジー投げてください。私が言ったところに投げてください。はい、お願いします。私自身も今日めっちゃ不安で、やっぱみんなのプレッシャーとかもあるからめっちゃ不安なんですけど、頑張るしかないって感じなので頑張ります。まほちゃん今日は優勝して、あ、そうですよね、優勝して終わりたい。私ももう4位も3位も2位も取ったんです。1位だけなの、取ってないのは。だから頑張りたいです。エナジーはなんか1回目は20個、で次が140で、次が140で投げたらいいみたいな、だから20、140、140で投げたらいいらしいので、そこら辺もぜひお願いします。エナジー何に投げたらいいかっていうのは、あの配信ワオライブさんで伝えるので見てください。はい、お願いします。マジで勝ちたい、本当に勝ちたい。え、でもリハめっちゃなんかボロボロだったの、私練習すごいボロボロだったんですよ。だからちょっと本番ガチで勝ちたいので、本番頑張りたいので、頑張りたいなって思っているので。やばい、待って。
オッケー、まだ続くって言ってた、長かった。いやまあでも場所はもうバレてるんですけどね、別に。いや音的にダメかなと思って、著作権的に。真帆ちゃん、ねえ、グループラインにさ、波動のさ宣伝してってラインして。え、私ね、絶対なんだみんなでそこでやってるし。いや、2人がオイライン。私携帯こっちだから、ちょっとじゃあ終わったらオイラインしましょう。眩しい。眩しいじゃない。寒いかも。そんな寒いですか。眩しすぎる。あ、充電器置いてきちゃった、あっちに。服着てるからだ。確かに確かに。だからカウントだ。半袖。チーム B 波動絶対勝とう、絶対勝ちます、絶対勝とうな、絶対。あの皆さん本当にファンの方、うん、お願いしますよ。お願いします。エナジーよね、はい、エナジー。私たちって初戦知ってる？確かに。どっちだろう、わかんないです。どっちだろう、わかんない。どっちだろう、わかんない。わかんないです。絶対勝とうな。絶対絶対勝ちたい。お願いします。本当にやる気は絶対優勝してるんで、もうそれやる気だけは本当に優勝。優勝。マジでお願いします。意気込みは、とにかくでもやっぱ気持ちですよね。気持ちと体を動かす。確かに。勝ちたい。そう。最初のさ、やっぱ最初逃げなきゃね。そうですね。頑張ります。そこで点差をつけられない。頑張りたい、勝ちたい。今初戦ですか。どうなんですか。確かに。あ、分かるかな。一回聞いてみて。B は初戦ですか。一番最初。ね、すみません。うん、宣伝しよう、宣伝しなきゃ、待って。ファンの方もね、あのたくさんなんか友達とかにお願いしたりとか、ね、無料だから。その時、その時だけでも端末すべてで持ってる端末すべてでやってください。ワオライブ入れて、ワオライブお願いします。勝ちたい。1試合目。じゃあ、私もマジで1試合目で全てが終わる。私は1試合目に全てをかけて、はい、かけてます。あ、確かに。マジで私が勝たなきゃ。え、結構嬉しい。試合目ですよね。1試合目って大事ですよね。マジで。わかります。マジで。ハルピョンの、ハルピョンがかわいそうだもんね。そうですよ。でも私が1試合目で勝ったら絶対ハルピョンが勝ってね。やばい、どっちもどっちで。プレッシャーやばすぎ。やばい。でも結果真帆ちゃんが打てるかどうか。いや、そう、私のコンディションに結構マジで勝ってますよね。結果真帆ちゃん頑張ります。真帆ちゃんのアタッカーと私のハルピョン。シャツ似てる。ほら、ほら、ほら、やべえ。気合が十分。頑張んなきゃ。頑張るぞ。今何時ですか皆さん。ちょいすぎでした。私が入ってきた時に5時でした。うん、前髪やんなきゃ。6時からですよ。うん、5時半に移動だよね。え、そうでしたっけ。そう、だいたいイベント時間の、うん、私はじゃあそろそろ終わって前髪やります。2人はもう前髪も完璧なんで。あれやんなきゃ。でも鉢巻き本当だ。一番終わってない。じゃあランキングいきます。ちょっとじゃあランキングはあっちで。気まずい。外いきます。わ、どこだランキング。なんでだろう。
いけました？イヤホンつながっちゃった？あー聞こえます？あ、ちょっとじゃあもう一回いきますね。1位マックミックさん、2位バージョンRさん、3位マジカのバナナちゃん、4位赤花のソルティさん、5位マルさん、6位エレメンツさん、7位 YK さん、8位ホマレさん、9位コニタイミズさん、10位ベベモンさん、11位アキさん、12位ツッチーさん、13位トシさん、10あそして本日のラケット88位はじゃーん、みつおさんです。ありがとうございます。ということで、それではありがとう、イヤホンつながってた、ありがとうございました。前髪やってきます。バイバーイ。